次の人ある夕方彼は学校帰り田んぼに沿っている静かな道を歩いていましたずっと向こうに黒いワンピースを着た女性が立っているのが見えます2人の他には誰もいません女性の肩は不自然なところまで上がっており肩の部分には極端なくびれがあります 極めつけになんと女性は裸足でした。怖がりの彼は不気味に思い足を止めました。すると今まで立っていただけの女性が動き出します。しかし普通の動きではありません。なんとその女性はスキップをしているんです。ゆっくりと彼の元へと近づいてきます。 彼はただならぬ恐怖感に襲われました。だんだんと近づいてきたため、女性の顔がはっきりと見えるようになりました。なんと、その女性には眼球が存在していませんでした。黒い穴が開いたような目の部分、恐怖が倍増します。来るなと彼は女性に言いました。 すると女性は止まりましたほっと胸を撫で下ろしたのもつかの間女性は目を大きく開きいえ黒い穴を大きく広げ彼にこう言ったんです次の人すごく冷たい言い方だったそうです機械のように棒読みでした 彼は後ずさりしますやばいそう思いましたそして次の瞬間女性は「見つけた!」と叫びました言うが早いか彼は荷物をその場に残してすぐさま元来た道をッシュで逃げました陸上部の彼逃げ足には自信があります 田んぼ道を抜けある公園に逃げましたやはりそこにも人はおらず彼は不安に思いつつも公園の公衆便所の個室に隠れました20分くらいそこにいたそうですもういいだろうその場を出ようとした時ペタペタタイルの上を裸足で歩く音がしました 彼は心臓が止まるかと思ったそうです足音がやみましたそしてさっき聞いたあの無機質な声が彼の耳に入りました去年のあの子もここに隠れたのよ去年あの子何のことだ 彼は考えました。しかし何のことかさっぱりわかりませんそして女性が一言「また迎えに来る」その声が聞こえた瞬間彼は気絶しました実は去年彼が逃げ込んだトイレで発狂した少年が見つかっていたんです その少年は発見された時、しきりにお化けが来るよと言っていたそうです。女性が言ってた、去年のあの子とはあの少年だったのではないでしょうか。とか、私は勝手に思ってます。田んぼ道は気をつけてくださいね。